バイト先の先輩で好きって言われて付き合ったけど、デートは全部ホテルでやりちんだった。え、なんかさ、わかんないけどさ、好きとか言いながらさ、家で会ってくれない人ってそれはもうさ、違うよね。うん、自分家に来るのはいいけどさ、相手の家に入れてくれないのってさ、ちょっと怖くない？俺の地元の友達は久々会ったらマックス6股してた。え？すごくない？どうやって？事前につけてるの？うん、だからお金担当本命とかいいんじゃない？怖い。最高な股？俺？うん、いや俺ね、それが股はないんだよ。浮気はそう、たまにあったけど、またはない。二またもしたことない。あ、そう。でもさ、お互いつけまんけどさ、不倫報道とか出る人ってさ、何またしましたとか言うけどさ、それは関係持っただけでも何またって言う。向こうが付き合ってるって認識してたらでしょ。え、何またしたことある？いや、何またはないけど。いや、怪しい感じだっ、ね、怪しい感じ言っちゃってるやん。なんかね、浮気みたいなことはやっぱしたことはある。まあそうだよね、うん、過去に。ルナ何また？スマタ。しまった。ねえ、本当にあの最近やばいんだってコメント欄。マジで下ネタ多すぎてめちゃくちゃ言われてるの。そうなの？ありえないぐらい言われてるから。万々歳？うん、いやいや、お前のせいだな、ほとんど。お前が原因でな。